はい、皆さんこんにちは、ジブリおじさんです。今日はなるべく等身大の言葉で、発信したいので、ノーカットネオ早速言えてないですね、ノーカットノー編集にチャレンジしてみたいと思います。あ、でも音楽は入れるかもしれないです。はい、今日なんですけど、3日前ぐらいかな、ちょっと待ってくださいね。3日前ぐらいにチャンネルが生まれて1周年になったんですね。なので、その記念というか、皆さんに、ね、感謝の言葉を述べたくて、動画にしました。これだ。チャンネル自体は2017年の4月ぐらいかなに作ったので、厳密に言うと、1年以上経ってるんですけど、初めて出した動画が、1週間前ぐらいかな、この動画です。見たことある方いますでしょうか。ザナルカンドにてをサマルカンドに弾いてみたっていう、動画なんですけど、こちらを出したのが、7月の18日ですね。なのでちょうどね、まあ、ちょうどじゃないですよ全然1年、ジブリおじさんチャンネルがこれカットだなジブリおじさんチャンネルが、生まれて一番最初の動画を投稿されてから1年経ちましたということで、本当にいつもありがとうございます。皆さんがね、動画見てくれて、いいねをしてくれたりとか、あと、動画をソーシャルネットワークサービスで Twitter とかねで、共有してくれたおかげで、ここまで伸びることができました。本当にありがとうございます。信じられないですよね。今だって、42万もいない4万2000人今いるんですけど、チャンネル登録者数がちょうど1ヶ月前ぐらいとか本当に500とか、400とかだったので、本当にね自分でも驚いてます。で、未だになんでこんなにいるのかわかんないんですけど、まあでも本当にありがとうございます。嬉しいです。で、まあそうですね、それぐらいかな言いたかったのは本当にありがとうございますってところと、あとはそうですね、僕の動画登録してる方で、一番多いのが、ベルギーで、風になるを弾いてみたと、あとイタリアでトトロを弾いてみたと、あと、台湾でいつも何度でもを弾いてみたっていう動画を上げてるんですけど、その動画から、チャンネル登録してる方が多いと思うんですけど、ご存知の通り最近はねほとんどそういう動画上げれてません。というのも今ノルウェーで、農業ボランティアをしてるんですね。で、あと1ヶ月ぐらいかな、ちょうどあと1ヶ月ぐらい、ここでボランティアする予定で、ギターをね今持ってきてないので、帰国してからになりますかね、そういう音楽系をまた上げるようになるのは。なので、もうちょっとお待ちくださいってことで、またいい感じの動画撮れるように頑張りますので、それまではね旅系の動画がメインになると思いますが、ぜひ、チャンネル解除しないで見てくれると嬉しいです。で、そうですね、でチャンネル、今後まあ、そういった、ギター演奏系の動画も上げていくんですけど、僕の動画を見てくれてる方で、なんだろう、この僕みたいな生活を送りたいっていう人とか、あとちょっと憧れてるみたいな、コメントが結構来たりするんですけど、まあ、そういった人もね背中を押せるような、コンテンツを配信していきたいなというふうに思っています。やっぱり生き方って会社員だけじゃないと思うんですよね。今って僕もそうだったんですけど、高校卒業して大学行って、サラリーマンになるっていうのが、まあ、ほとんどの人、まあ、ほとんどとは言わないですけど、それが結構多いと思うんですよ、日本人の方って。で、僕みたいにボランティア海外に
行ったりとか、あと無期限の世界旅行に出たりとかっていうのが意外と日本の外を出れば結構いるんですよね。特にあのヨーロッパ人とか、アメリカ人が多いんですけど、まあ、あのそういう生き方も全然ありなんじゃないかなと思うんですよね。もちろんあの日本だとね、いろんなリスクがあると思うんですけど、まあ、そのリスクを踏まえても、まあ、僕は世界旅行出て良かったと思ってますし、今もねこの農業ボランティアして、まあ実は結構大変なことも多いんですけど、まあ動画では出せてないんですけど、そういうのもしてね本当に良かったと思っています。なんでまあレールを外れた生き方っていうんですかね、そういう生き方をしたいって人に向けてまあ背中を押せるような動画を作りたいなというふうに思ってます。はい、そんな感じかな。で、まあ、全然関係ないけどあの今ねこんな感じで作業してます。こちらが、紅茶と、あとねこれねノルウェーがねめちゃくちゃね安いんですよね。このポテトチップスじゃないな、トルティーヤチップスですね。このメキシコ系のものがすごい安くてめちゃくちゃ食べてます。これ多分塩分がやばいですね。美味しいんですよね。これこうやってサルサにつけて食べるんですけど、こいつが200円でこれが100円とかなんで、この大きさで300円しかしないんですよね。本当に安くて感動してます。はい、で今このタイミングだ と、チャンネル登録者、そうですね、42,036人、本当にありがとうございます。はいそんな感じかな。なので、まあ、今後もね、面白い、動画とか、あといろんな新しいことも考えてますので、おいおい動画でお知らせできればと。それでは、この辺でまたお会いしましょう。ありがとうございました。